Selamat pagi. Nama saya Chiri. Chiri です。今日はコタキナバル留学についてお話ししようと思います。マレーシア留学っていうと、やっぱりクアラルンプールの情報は結構あるんですけども、やっぱりコタキナバル留学っていうのはあんまり情報が出回ってないので、今日は私がこの1年間経験したことや、あとコタキナバル留学はどんなものかっていう説明に近いような、今回はそんなラジオをお届けしたいと思います。まずはじめに私が通ってる学校なんですけど、私が通ってる学校はすごく小さい学校です。で、学費はだいたい1年間で学部にもよるけど、まあ30万から40万円ぐらいの、学費が1年間でかかります。おそらくマレーシアの私大の中ではすごい安い方なんじゃないかなって思います。で、クラスはまあ、授業にもよるけど、だいたい2、3人から多い時は15人とか20人ぐらいのクラスがあって、どの授業も基本小クラスで行われています。で、あと小クラスなので先生の面倒見もすごくいいし、なんか先生と学生っていう立場のはずなのに、こう少し年上のお兄さんお姉さんみたいな感じで、なんか友達とはちょっと違うけど、でもなんか友達に似たような関係性のある、すごくフレンドリーな学校に私は今通っています。少人数で面倒見もいいし、あと他の学科のこともすぐ友達になりやすい学校でしたね。なので大きい大学に比べたら友達とか人との交流っていうものはもっと濃くて盛んなんじゃないかなって思います。少人数なので、こう大きなイベントっていうものはあんまりないんですけども、例えばクラスの課外授業で博物館に行ったこともありましたし、あと Thanks for Teacher's Day っていうのがあって、先生に感謝する日っていうイベントが去年あったんですけど、それでなんか自分で料理を作ってみんなに学生さんにもあと先生にも振る舞うっていうこともあったりとか、こう小さい学校ならではのちょっとしたイベントとかそういうものが盛んにできるのは、この学校今通ってる私の学校のいいところでもあるし、特徴なんじゃないかなって思いました。日本もコタキナバルの今の学校の友達からも聞かれるんですけど、どうやって今の学校を見つけたのって聞かれたんですけど、私は英語で各州の大学をほぼ全部調べたんですね。その時にサバ州にはなんかこういう学校があるっていうのを知ったうちの一つが今通ってる学校で、面倒見もいいっていうのをとある留学サイトでも見つけて、ちょっと問い合わせてみたんですね、実際に学校に。そしたらすごい対応も良くて、この学校だったら安心して私は勉強できるな、スタッフさんもしっかりしてるんだろうなって思ったので、この学校を決めました。実際はスタッフの方もすごい友達みたいに仲良くしてくれるし、お話もしたりとかして楽しい学校生活を送ることができています。2つ目はこれもよく聞かれるんですけど、サバ州 の, 治安はどうですかっていうことで、まあ、今日は私の住んでいるコタキナバルのお話をすると、治安はそこまで悪くないです。なんか私はこう物騒な事件っていうものをあんまり聞いたことがなくて、友達もなんかお財布とかスマホ盗まれたっていう話はまだ聞いたことがないです。マレー半島だと信号を待ってたらスマホを盗まれたとか、クレジットカードがスキミングされたっていうことがあって、実際に私もクアラルンプールで遊んでた時にクレジットカードスキミングされたっていう事件に巻き込まれたことがありまして、でもコタキナバルでも何回かクレジットカードは使ってるんですけど、まだスキミングは一回もされてないので、治安はマレー半島に比べても全然危なくないんじゃないかなって思います。まあ、ただ最低限の自分の身を守るっていうことは大切だと思うので、そこはね、やっぱ自分で管理して気をつけなきゃいけないんじゃないかなって思います。次に物価です。実はコタキナバルって他の州に比べてもコンドミニアムとかの家賃が少し高めです。なのでちょっとコンドミニアムの予算っていうものは少し大きめにした方がいいと思います。本当に治安のいい地域とか、あとセキュリティのいいコンドミニアムに住みたいなと思ってるんだったら、まあ
多めに見て2000人キットぐらい1ヶ月かけたらいいところに住めるんじゃないかなと思います。でセキュリティそんな気にしてないよっていう人が、まあ、もしいればなんですけども、まあ、大体1100とか1200リンギットで誰かとシェアハウスして暮らすってことも可能です。で私は今ちょっとセキュリティのこともあって高めのコンドミニアムに住んでいるんですけども、変な人も全然入ってこないですし、なんか警備員さんも怪しい車がいたらなんかすごい質問したりとかして、なんかやたら入れたりとかもしないので、まあ、ちょっとそこは安全かなって思っています。他の物価の話をすると、食べ物はバターとかそういうのはマレー半島に比べるとちょっと高めです。やっぱ輸入品なのでちょっと何リンギットぐらいかな、1とか2リンギットぐらい高いんじゃないかなと思います。あと本を買うのもサバ州とサラワク州の方がちょっと高いです。マレー半島と比べるとやっぱちょっと輸送費がかかるからなんじゃないかなって思います。で、まあ、レストランとかの食べ物は多分マレー半島に比べたら経済飯とかローカルフードはちょっと安いんじゃないかなって思います。こっちだと経済飯はだいたい私は4リンギットから7リンギットぐらいお金を払うことが多いですね。まあ普通の量、まあ、私にとっては普通の量だけど、それでも10リンギット以下でご飯を済ませることも可能だし、なんかインドカレーのところもだいたい15リンギットはかからないかな、それぐらいでインドカレーを楽しむこともできるし、サバは本当にね、あとフルーツも安いですね、新鮮だし時期になると。なのでサバ州はね、物価もね、ご飯も安いし、フルーツとか食べ物はすごい美味しいのでいいんじゃないかなって思います。次に民族構成と宗教のお話をしようと思います。サバ州はドゥスン、カダザン族、中華系、マレー系などいろんな民族がいるんですけども、たまにはインドネシア系の民族の方もいますし、フィリピン系の民族の方もいて、本当に複合民族国家っていうんだっけな、なんかそういうね言葉がぴったりな州ですね、サバ州っていうのは。で宗教対立とか喧嘩とかっていうのは私は見たことがないですね。なんか例えばキリスト教とイスラム教とか戦ってるっていうのも私はあまり聞いたことがないです。で人口比で見ると60% がイスラム教徒の方で、 40% がキリスト教とか仏教とかその他の宗教の方が多いそうなんですけど、私の体感的にはなぜかキリスト教徒の方とお会いすることが多いですね。でキリスト教徒は中華系とあと少数民族の方がすごく多いです。特にカトリックがちょっと体感的に多いのかなって感じがします。もちろんクリスチャンとかプロテスタントの方もいるので、キリスト教の中でもさらにいろんな宗派の方々がいます。でイスラム教ってなるとマレー人のイメージが強いかと思うんですけど、サバにはですね、私が会った中だとバンジャール系、これはインドネシアの民族なんですけど、バンジャール、ジャワ人、あとブギス、マレー人、もういろんな民族の方に会いました。イスラム教はマレー人だけじゃなくて、さまざまなバックグラウンドの民族の人たちが多いので、すごいなんか一つの宗教でいろんな民族が集まってね、こう楽しくお話ししているのを見ると、なんかすごい私も楽しくなりました。マレー半島の方だとやっぱり中華系としか遊ばない、インド系としか遊ばない、ムスリムとしか遊ばないっていうことも結構私の経験上多かったんですけど、サバ州はこうもうムスリムの友達もいるし、中華系の友達もいるし、もうカダザン族の友達もいるっていう声をよく聞きます。本当になんかベストフレンドは、自分はムスリムだけどチャイニーズの友達がベストフレンド、自分はインド系なんだけどカダザンの友達がベストフレンドっていう話をよく聞くので、本当にいろんな民族の子たちと遊ぶことが多くて、こういい意味でいろいろと混ざった交友関係っていうものはここは出来上がっているので、すごい私にとっても過ごしやすいし、友達と遊ぶのがもっと楽しくなりました。ちなみに友達と遊ぶことでよく多いのはやっぱりスマホゲームとかカードゲームで遊ぶことが多いですね。で外で遊ぶときはやっぱちょっとしたカフェでお話しすることもあります。
次にサバ州の食べ物なんですけども、あのサバで私が特に美味しいなと思ったのはやっぱりフルーツですね。あのマンゴスチンも美味しいし、マンゴーも美味しいし、あとランブータンも美味しいし、バナナも美味しいし、本当に何でも美味しいです。で特にあのフルーツのシーズンになると、まあやっぱり当たり外れの年はあるみたいなんですけど、当たりの年になるとすごい安くあのフルーツをね買って食べることができるんですよ。私が特におすすめするのはマンゴスチンで、本当に色も鮮やかだしジューシーでめちゃくちゃ美味しいですね。なのでサバに来たらフルーツを食べるのがおすすめです。あと他にも中華料理もすごく美味しいですね。美味しいです。あと他に美味しいのはなんかとあるインドカレー料理屋さんもすごく美味しいです。これはね、なんかもし動画にあげる機会があればあげたいなと思います。で、あのサバっていうかマレーシアはやっぱり基本油っぽい食べ物が多いかなっていう印象は多いです。とにかく油を使うみたいな、そんな料理が美味しいので、なんか暮らすってなると飽きちゃうかもしれないんですけど、でも基本どのねレストランに行っても外れのお店は少ないんじゃないかなっていうぐらいご飯は美味しいので、ご安心していただけたらなと思います。最後にコタキナバルの交通です。コタキナバルの交通ははっきり言うとめちゃくちゃ悪いです。私の育った関東エリアと比べても本当に良くないっていうのが本音です。あの車以外の手段がないっていうのがコタキナバルの特徴です。一応コタキナバルにもミニバスはあるんですけども、でもちょっとそのミニバスってこう人が集まるまで動かないとか、治安もあんまり良くないから使わない方がいいよって言われたことがあるので、私は基本グラブを使ってあのいつも行動しています。でグラブの値段はだいたい私の住んでるエリアだと、まあ、10から15リンギットであの市内に行けますね。だいたい今の日本円で250円から300円はかからないぐらいですかね、片道。それぐらいでだいたいいろんなとなんか主要都市だったら行くことができます。で、あの地方に行くバスもあるんですけども、これはだいたいですね、まあ、あの距離にもよるんですけど、まあ、30リンギットぐらいでだいたい遠くに行くことができるみたいです。でこちらもあの人が集まるまで動かないという形式なので、1時間で動くか、それとも5分ですぐに移動できるかは、ちょっとそれは乗ってみてのお楽しみって感じですね。コタキナバル留学についていかがだったでしょうか。知らなかったマイナー留学のコタキナバル留学について少しでも広めることができたらいいなと思いながら今日録音しました。もしこの動画が役に立ったらいいなと思っています。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さようなら。ジンパラギー。